順位全編下巻順位とは、江戸期の敗文集である。作者は、横井や言作者の死後、大田南保により、前編が1787年、後編が翌1788年に出版された。さらに石井水保により、続編と周囲が1823年に出版されている。敗文の極地とも言うべき、表一見溢れた敗文集である。 作者のことによれば、本書の命名の意図は、怪しく愛もなき、切れ切れを、集めつづりたるを、うずらごろもとは言うなりとのことでありすなわち、うずらの羽毛のように、見栄えのしない粗末な文章の集まりだという意味である。作者である、横井亜友は、多彩の人で、徘徊、儒学、武芸全般に周囲でその趣味の広さを投影して、宣伝された、 画俗根校の文で綴られた廃文集となっている。前編、後編、続編、周囲各編4部合わせて12冊の構成となっている。徘徊という言葉自体本来国稽という意味を含んでいる。軽妙自在の筆の進みに任せ、ユーモアと基地に富んだ文章は徘徊の本質を捉えている。松尾芭蕉の風俗文選とともに廃文の双壁をなすものとされる。 風俗文鮮、和漢文みさ順位、藤井市営、部笠見諸皇帝、有友堂、書店1918年561から890ページ。ありがとうございます。